こんばんは、アンパカバーの大田です。小田です。今日のゲストは、監督の笹部清さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笹部監督、ようこそアンパカバーへ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。監督、今回は監督、脚本、またプロデューサーも兼務されてますが、この作品を通して監督が一番伝えたかったことっていうのは何でしょう？本当は最初からサラサラプロデューサーなんてやるつもりないんですよ、監督に専念したんですけど、はい、脚本作った時点でもうもちろんノーギャラで自分で作ってる、印刷台本も自分のお金で作ってる、で4年間もあってダメなんで、結局大手の映画会社さん、それから、まあ、小さな映画会社もありましたけど、はい、全部ダメなら自分でやるしかないと思って、お金集めも自分でやるしかないからプロデューサーってなっちゃったんですけど、ただ今ちょうど僕の母が、一昨年、夏に亡くなったんですが、自分が16年前に映画監督になった時にすごく喜んでくれて、僕の作品を、見てくれて、すごく、まあ、なんとなく一瞬自慢の息子みたいになってた時期があって、その母が本当に亡くなる 4,5 年前から認知が始まって、僕の映画を見に来るっていうことができなくなり、最後の2年ぐらいは母の、まあ、介護施設ですけど、行くと母が僕を思い出すまでにお見舞いに行って1時間ぐらいかかったり、こういうテーマの映画ってこれからこの国に必要になるなって思ったのが、その母の死で一番なんか自分の背中が押されて、そういうことがこんなに身近にあるんなら世に出したいっていう思いが強くなって、これ若い人見なくて結構シニア層に来てくれって、その映画祭とか行っても、シニア層の方たちで映画祭いっぱい来てくれるんですね。でも映画館に行って自分たちの世代が見る映画がないんだよねってよく言われて、シニアの方に特に今あの映画が見る映画がないっていうシニアの方どんどん来てほしいです。で若い人には小田さんみたいな、はい、悔しかったら見に来てそんな気持ちです。はい